皆さん、こんにちは。ボートレースでは理由も明かされずに突然斡旋が全て削除されることが多いと感じている方もいるかもしれません。特に女性ボートレーサーでは突然の斡旋削除が多く、ネット上では様々な憶測が広がってしまいますよね。今回は理由が明かされずに突然斡旋を削除した女性ボートレーサー5人をご紹介していきます。女性ボートレーサーには突然全ての斡旋を削除し1年ほど消息不明になることが多くありますよね。女性選手が大量の斡旋を中止する主な理由は健康上の問題または結婚の2つです。ボートレースは直線で時速80キロのスピードが出ます。またターンでは何艇ものボートが接近し少しでも前へ出ようとするため衝突や接触事故が起こることもあります。ボートレースが普及して以降、装具の改良や安全対策が行われてきました。また転覆時の対処法も学校での訓練時代から厳しく指導されています。その結果、衝突事故や転覆事故が起きても一命を取り留めたり軽傷で済んだケースも多くあったはずです。それでも骨折や打撲、捻挫などの大怪我をする重大事故が毎年のように起きています。ただでさえ不安定な水上で加速や減速、そして旋回を行えば事故の起きる確率が高くなるのです。加えて男性ボートレーサーよりも体重の軽い女性ボートレーサーとなると事故の可能性も大きくなります。そのためレース中に何らかの事故を起こし休養中で斡旋を削除することがよくあります。もう一つの理由として挙げられるのは結婚です。最近話題になった例として倉持莉璃選手のケース。倉持莉璃選手は2023年7月9日に G2 第5回全国ボートレース甲子園に出場以降欠場。その後も G1 レースと次々と欠場が発表となり、理由は過失合としていました。人気で勢いのある女子レーサーであるにもかかわらず欠場が続き、その理由が曖昧なものであったため結婚や妊娠、病気など様々な噂が立っていました。そんな中で2023年10月1日に誕生日を迎えた倉持莉璃選手は自身のインスタグラムで結婚、妊娠を発表。投稿ではご無沙汰してましたと挨拶から始まり、結婚および妊娠を発表されました。女性ボートレーサーの斡旋削除の理由としては結婚、妊娠が一番多い理由ですよね。ここからは突然斡旋が削除された女性ボートレーサーを5人ご紹介していきます。1、上田様選手。登録番号5057、生年月日1996年7月13日、身長156センチ、体重44キロ、血液型 O 型、支部大阪支部、出身地大阪府。登録期123期、級別 B1級、トップルーキーにも選ばれた若手の注目株、上田竜星選手の妹の上田様選手。上田様選手は2023年8月27日まで愛知県にあるボートレース蒲郡で開催された男女ダブル優勝戦名古屋グランパスシャチホコの大祭典カップに出場。同シリーズでデビュー初優勝を達成していました。しかしその節を境に入っていた斡旋を削除。この日までに削除されたレースの出場予定は2023年9月3日から8日まで滋賀県にあるボートレース琵琶湖で開催されたレインパターソン杯、9月13日から16日まで大阪府にあるボートレース住之江で開催された満月ポン力王丸カップ、9月21日から26日までボートレース住之江で開催されたサンケイスポーツ旗争奪第52回飛龍賞競争の3つのシリーズ。これで上田様選手に入っている斡旋は一つもなくなり、ボートレース界から姿をくらませました。理由は不明。優勝したばかりということもあって燃え尽きてそのまま失踪だという噂や、優勝を機に結婚して妊娠出産したという噂など様々な噂が絶えませんでした。いきなり斡旋を全部消したことで
多くのファンが心配しましたが、2023年11月にボートレース徳山での斡旋が出ました。削除の理由は怪我でない視床病とのことなので、何か感染症にかかったのかもしれません。斡旋が入ったことは嬉しいですが、詳細がわからないのが心配ですね。2. 大山千尋選手、生年月日1996年2月5日、身長161センチ、体重46キロ、出身地福岡県飯塚市、血液型 O 型、階級 A2 級、顔よし、実力トップクラスの大山千尋選手。そんな大山千尋選手は母親が元競艇選手の大山博美さんです。これは古くからの競艇ファンにとっては周知の事実と言えるでしょう。もともとは歯科助手だったのですが、選手募集のテレビ CM を見てボートレーサーに転身。現役時代は G3 で40勝、一般戦で134勝という成績を残し、引退後は解説者としても活動しています。そんな母親のもとに生まれた大山千尋選手は、2015年12月に初出走して以降、1年後に初勝利を挙げ、翌年の2017年には初優勝。そのまま勢いは止まらず、2018年に最優秀新人、2019年にはレディースチャンピオンにて史上最年少の優勝を飾りました。そしてファン投票によって出場者が決まる SG ボートレースオールスターでは、峰竜太選手、ブス島誠選手、桐生純平選手に次ぐ4位の快挙。名実ともにトップの仲間入りを果たしました。しかし2023年10月大山千尋選手に入っていた斡旋が全て削除されるという事態が起こりました。今回削除されたレースの出場予定は2023年11月9日から14日にボートレース芦屋にて開催される G3 オールレディースマクール杯のシリーズ。これにて2023年9月にボートレース下関で行われた G1 第10回ヤングダービーに出場して以来、2024年1月まで大山千尋選手に入っている斡旋はゼロ。ネット上では妊娠や怪我といった心配の声が飛び交う中、2023年10月23日のお昼前に公開されたブログでは、直近の出来事を写真とともに掲載しており、そこでは元気そうな大山千尋選手が確認できました。とりあえず元気そうで何よりですよね。以上を踏まえると、大山千尋選手が斡旋を削除したのは結婚もしくは妊娠したからという説が濃厚。2023年8月浜名湖競艇場の勝利者インタビューにて、大山千尋選手が左手薬指に指輪をしていることが発覚しました。これまでは右手薬指におしゃれ感覚で指輪をつけていることはありましたが、今回は左手薬指。一般的に考えれば、左手薬指は彼氏または結婚の可能性が高いですよね。斡旋削除の理由は正式に発表されていませんが、めでたい報告があることに期待をしましょう。 3. 生田波峰選手、登録番号5094、生年月日2002年9月2日、身長167センチ、体重51キロ、血液型 A 型、支部東京支部、出身地新潟県、登録機124機、級別 B2 級。生田波峰選手は2023年5月24日オフィシャルサイトにて出場予定だった G2 ボートレース甲子園の不参加が明らかに。ボートレース甲子園の事態と同タイミングで斡旋が削除されていき、唯一残っていた芦屋ヴィーナスシリーズも同月30日に削除。ちなみに生田波峰選手が最後に出場したレースは2023年4月5日に開幕したボートレース三国の一般戦でした。生田波峰選手はそのレースで好成績とは言えないものの、3日目に3コースから1着を取っています。また怪我につながる転覆事故などは起こっておらず、最終日まで無事故完走で終えています。となるとボートレース甲子園の辞退理由である視床病による不参加とは一体何なのでしょうか。考えられる理由としては、レース外での怪我や
公表していない病気の悪化など、いずれにしても大抜擢された G2 競争を辞退しているので、あまり良くない状態である可能性は高いでしょう。そうした状況を鑑みて、生田ハミネ選手のファンからは心配する声が多数投稿されています。言葉にするのは気が引けますが、このまま引退なんてならないといいですよね。ただ上記に説明したのはあくまで個人的な憶測。2024年1月現在も斡旋が全くありませんが、ひょっとしたら結婚、妊娠といったおめでたい理由かもしれないので、良い報告が発表されることを願うばかりです。4、豊田唯選手。登録番号4689、生年月日1993年7月19日、身長159センチ、体重60キロ、血液型 A型、支部静岡支部、出身地静岡県、登録機109機、級別 B2 級。豊田唯選手は静岡県出身の静岡支部に所属している選手です。美人でもあり、どこか柔らかく可愛らしい雰囲気を持ち合わせている選手ですよね。デビュー戦は2011年11月にボートレース浜名湖で開催された寒山寺温泉観光協会会長杯2レースでした。6号艇6コースからの6着とデビュー戦ではあまりいい結果を残せなかったようですが、豊田唯選手はその後めきめきと成長し、2015年に B1 級に初昇格しました。そんな豊田唯選手は2016年に結婚しています。お相手はオートレーサーの赤堀翼選手。ボートレーサー同士の結婚は多いですが、オートレーサーの方との結婚は珍しいですよね。赤堀翼選手との出会いは静岡支部の先輩の深谷智弘選手の自宅で開かれたホームパーティーで紹介してもらったのがきっかけだそうです。豊田唯選手は自身の誕生日でもある日に婚姻届を提出し、まだまだ未熟な2人ですが、幸せな家庭を築けるように頑張りますとコメントされました。同じ公営競技会にいるので競技は違いますが、お互い良き理解者でもあるようです。そんな豊田唯選手は2023年1月からボートレース鳴門で開催された G3 オールレディース第38回渦の女王決定戦競争に出場したことを最後に、2024年1月現在まで斡旋が全くありません。斡旋削除の理由は明かされていませんが、2021年には同じくボートレーサーである選手との間に女の子を授かり、2022年12月までの1年半産休を取っていたことから、今回も産休ではないかとの噂が上がっていました。5、中村桃花選手。生年月日1993年2月3日身長155センチ、体重45キロ、血液型 B 型、支部香川支部、出身地香川県、登録機114機、級別 A1 級。帝海の美女レーサーとしても人気がある中村桃花選手。中村桃花選手は1993年2月生まれ、香川県出身のボートレーサーです。名前に桃が入っていることから、競艇ファンからはさぬきのピーチ姫といった愛称で親しまれています。そんな可愛らしい愛称とは裏腹に、レースになると豪快なまくりを披露。その根源は幼い頃から習っていた少林寺拳法に通ずるものがあるのかもしれません。師匠平山千佳の下でめきめきと成長し続け、女子戦最高峰の G2 競争を2度も制覇、自他ともに認めるトップレーサーであり、帝海に欠かせない存在と言ってよいでしょう。順調な活躍を見せていた中村桃花選手でしたが、2023年9月中村桃花選手に入っていた斡旋が全て削除されました。中村桃花選手は2023年8月10日から香川県にある丸亀競艇場で開催された RNC 杯争奪サマーチャンピオンレースに出場しましたが、シリーズ2日目のレースを病気のため欠場し途中帰郷。その後も2023年9月18日から23日まで広島県にあるボートレース宮島で開催された
G3 マンスリーボートレース杯宮島プリンセスカップ、9月30日から10月5日までボートレース福岡で開催された。 G3 オールレディースラブ FM 福岡なでしこカップの2つのシリーズの斡旋を削除し、2024年1月現在まで斡旋は1つもありませんでした。中村桃佳選手からの発表は特になし。中村桃佳選手の身に何か起きたのでしょうか。斡旋削除の原因となった最初のレースは、病気により途中帰郷している中村桃佳選手、何かしらの病気にかかり治療が長引いている可能性もありますね。また2019年10月にフライング休みに入ると同時に産休入りし、第一子を出産されていることから、旦那様である武田和也選手との間に2人目を授かり、長期休みをもらっているのかもしれません。ファンからは、おめでたいことであればよし、そうでないと心配だわ、大丈夫かな、ピーチ姫といった心配の声が上がっていました。いかがでしたか。今回は斡旋を削除した女性ボートレーサーを5人ご紹介しました。ファンとしては理由がわからないと心配なので、理由の発表があると嬉しいですよね。またどの選手もおめでたい発表であることを祈りたいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。